皆さんこんばんは。東海出身マジックプリンスの大塩ひかりです。ということで始まりました、メディアスイフェムホメラジプラス。愛知県東海市にあるコミュニティ FM ラジオ局メディアスイフェムで毎週日曜日の午後7時から放送している番組、大塩ひかりのホームレディオ、略してホメラジの YouTube 連動企画としてお送りする動画でございます。ということで皆さんは多分ラジオを聞いてからこの動画を見てくれていると思いますが、今回はですね、自由研究というね、テーマで皆さんとはラジオでは話してきたんですけども、その中でもやっぱたくさんね、研究結果のメッセージが届いておりまして、やっぱ紹介しきれない。なのでこのコーナー早速いきたいと思います。おこぼれお便り。このコーナーではですね、先ほども言ったんですけども、本放送で紹介しきれなかったお便りを動画を通して皆さんに少しでもまたお届けできたらなということで、ホメラジプラスならでは の研究結果がまた届いておりまして、カコちゃんからいただきました。ありがとうございます。僕はホメラジプラス、大塩ひかりの褒められたいというコーナーで、即興創作パンっていうね、3分間で、皆さんからいただいたワードでこう絵をね、描いてパンを作るっていうコーナーをしてるんですけど、なんかね、俺もこれは意識してなかったんだけど、3分で絵にするまでにこんなことありますっていう、分析しましたみたいな結果が来て、かこちゃん、3分で絵にするまでが、10秒から50秒考え、ネーミングを創作したパンを色ペンを片付けながら絵にするっていう、この10秒から50秒俺は何かこう考えたり色ペンを片付けてたりするっていう、その準備期間に使われてると、3分のうちね。でもうそれですらもうただでさえ短い状況なのに、今のところまだ失敗がないと、22回失敗がないっていうのがすごいっていう研究結果をいただきまして、22作品を拝見し、毎回下記のようなパンを創作するパンの種類が豊富なため、ユニークなパンが出来上がるのが楽しいです。本当に研究者かと思うぐらい丁寧なメッセージ。でね、下記のようなっていうのが、書いてくれてたの。私はこういうのがすごいネーミングセンスもあっていいと思います。幻のすっぽんパンとか、カルパッチャとか、アイドルの裏側、アイオショコラみたいな、こう、22作品の中でもこれが秀逸なんじゃないかみたいなのを、上げてくれてたりしてて、確かにこの3分のうち実際に絵を描いてるのって2分とかかもしれないね。それで確かに未だにそんな大きな失敗、やりきれなかったみたいな失敗がないっていうのは結構いいかも。意外に赤裸々に本当に3分経ったらもうリアルに終わって皆さんに見せてますから、これは嬉しいかもな。だから今回もちょっと俺はね、成功させに行きます。最強なパン作りますんで、今日調子良さそう。はい、なので皆さんよろしくお願いします。2通目、やよいんさんからいただきました。あ、そうなんですよ、僕たちマジックプリンスとして最近ライブがありまして、そのライブの感想なんかも今回合わせていただいたので、めちゃくちゃね、本当にたくさんのメッセージが来てました。ありがとうございます。そんなライブの感想から一つ、やよいんさんがいただきました。とにかくマジプリンの3人が仲良さそうに楽しくライブをしてたのが一番の印象だったので、見てる側もほっこりにっこりさせてもらいました。3人での本番の舞台袖などで面白かったエピソードや裏話とか教えてもらえたらさらにほっこりするのでよろしくお願いします。結構ね、バタバタなこう裏だったりもしたけど、僕たち名古屋1公演2公演やって、横浜も1公演2公演あったので、間の時間が短かったりして結構バタバタな中ではあったんですけども、これね、どっかで話してるとは思うんだけども、その中でもね、俺はね結構裏かなと思ったのはリーダーの話なんだけど、皆さんナイチアのナイトオブチアーズが始まる前にちょっとリーダーがこう朗読をねするっていうシーンがあるんですよ。で、一気に世界観をガラッと変えるっていうタイミングがあって、その朗読の内容ね、小麦を食べてとかさ、ちょっと俺をこういじるみたいな内容があったのよ。でも実はね、あの朗読考えた原案っていうのはリーダーなんですよ。リーダーがあの原案を考えて、話こういう風がいいんじゃないかっていう、で小麦いじりっていうのをもともとしてて、それをブラッシュアップをしていただくためにこう町田さんにお願いしたりして一緒に相談してっていう。だからあそこで読んでるリーダーは読むだけじゃなくて実際考えてみますから、そういうのを考えて、そういうのを聞いて、あれを見ると、またこうリーダーが読んでるあれが違う、こうね、重みが変わって聞こえてくるのかな。あれはね、リーダーがね、実は作ってたりして、それも結構ね、いろいろ考えてね、俺ら3人考えて作ってくれて、あれはだから本当にね、ただ聞く楽しみの1回目と、
こういう裏話を聞いての2回目で皆さんに楽しんでいただきたいなと思いますんでね、それが裏話かな。あと、配信限定で見られる動画が、まあ言ってはいるんだけど、カオルがね、作ってくれて、あれもね、ほんとね、深夜結構遅い時間にいろいろ意見を僕らに聞いてくれて、完成までこうギリギリまで持っててくれてっていうのをやってくれて、まあ、あれも本当に愛情のこもったあの VTR ですのでね、ぜひ皆さんにはまた何回も見てほしいなと思います。まだギリアーカイブ間に合うかなと思います。見る時期がちょっとわかんないですけど思いますのでよろしくお願いします。ということで以上、長くなりましたがおこぼれお便りのコーナーでした。続いて大城光の褒められたい。はい、ということで先ほども話しましたが、今回も即興創作パンやっていきたいと思います。皆さんがですね、キーワードもみ、ね、皆さんが届けてくれた地元の食材だったりとかのワードを送っていただきましたので、僕がそのワードを3つ引いて即興で1つのパンにする、それを絵にするというコーナーをやっていきたいと思います。それでは早速くじ引いていきたいと思います。いや今日はなんかね、冴えてそう。まず1つ目のお題、こちらこちら、エイヒレ。うん、まあ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 、そのなんかね、これに合うものがいっぱい来ればいいわけです。スイカ、エイヒレにスイカ、もうなんかね、破滅な予感をします。ネギ、スイカじゃなかったらなんか良かったかもしれん。スイカじゃなくてなんかもっとさ、その味噌とかなんかわかんないけど、エイヒレ寄りのやつ来たら、つまみ寄りのやつ来たらよかったかもな。エイヒレ、スイカ、ネギで今回作っていきたいと思います。それでは3分間用意スタート。いやーちょっとあんま良くないか。エイヒレ、スイカ、ネギ、そうね、この時間でもう10分から50秒使ってるでしょ俺今うわ、ちょっとなんかこれ新しいな。完成。さあ、ということで3分経ちました。今回はですね、エイヒレ、ネギ、スイカ、この3つの食材を使ってできたパン、こちらです。3、2、1。エイヒレの底力、技目みたいにして、まあ、エイヒレってなんとなく、まあビールと一緒にさ、まあ炙って食べるぐらいがなんかエイヒレの魅力みたいな感じだけど、ちょっとおしゃれにバゲットの上とかに乗せて、これスイカのソースなんですけどとか垂らして、こうなんか和、夏の和の風物詩みたいな、縁側をちょっとおしゃれにみたいなイメージで今回作ったんですよ。だからスイカもぴったりだし、まあ、エイヒレとネギなんかもね、なんかおつまみっぽくていいなって中に、このパンが入ることによってすごくおしゃれになるのかなと。まあ、味はちょっと保証しませんけど、おしゃれになるのかなと。でこれね、証明してあげる。エイヒレとはビールやん。違う、今回はね、ワインでもいけるっていうことをね、証明するわ。もう遜色ない、このほらこういう夜もいいんじゃないっていう。これもうやっぱビールの時代は終わりですよ。エイヒレももうワインと合う時代、これ俺はもう革命起こしますよ、このパン。マジででもあれだね、本当に正直言うと食べたいと思わんよねスイカとエイヒレなんかでもあんまりそのうーんって感じだよね。相当もう本当プロのシェフちょっとお願いします、合うソースお願いしますということで今回はエイヒレの底力作りました。
メディアス FM 褒めラジプラス、そろそろエンディングのお時間となりました。はい、ということで、まあ、今回は実際にこうパンを焼くというよりは、まあ、ちょっと組み合わせでおしゃれにみたいな展開にしましたが、まあ、こういう新しいのもちょっとあっていいのかなっていう。でもうそろそろね、実際にこう作ってこれに決めましたっていうのを発表できるのかなと思いますんで、まあ、皆さん気長に待っていただいて、まあ、何ができるのかなみたいな感じをね、頭の片隅に置いていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そしてですね、褒めラジ本編の方ではですね、引き続き皆さんからお便りメールお待ちしております。次回のホームトピックスのテーマは秋が来たでございます。それ以外のことでも構いませんので、どしどしメッセージを送ってください。メールはメディアス FM のホームページのメッセージリクエスト送るをクリックしてお送りください。またメディアス FM の専用アプリからもメッセージをお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからよろしくお願いします。そしてツイッターからもメッセージを募集しております。ハッシュタグ秋が来たカタカナで褒めラジをつけてツイートしてください。そしてこの動画の感想もハッシュタグメディアス FM でツイートしてください。ハッシュタグメディアス FM と、まあ、僕が検索しやすいようにハッシュタグ褒めラジプラスとかもつけていただけるとありがたいのでよろしくお願いします。早速ですね、紹介していきたいと思います。今回もね、たくさん来ておりました。ゆいさんからいただきましてありがとうございます。今回も楽しかったよ。栄パン、昔ながらのお店でお客さんたくさんいて気になってから今度行ってみると。そうなんだ。で、お客さんもたくさん面白いんだけど、こう岐阜の、まあ、ほんと老舗のパン屋さんっていうねイメージだから、岐阜の方でもまだ行けてないっていう方多いのかな、もしかしたら。じゃあ存在は知ってるけどみたいな方多いと思うんでね、ぜひどれも美味しいので食べてみてください。ありがとうございます。そして、続いて大阪の由美子さんからいただきました。ありがとうございます。毎回思うのですが、早送りの中の光くんがめちゃくちゃ可愛い。そんななってた？何言ってるか分からない動物の森みたいな声と。なるほどね。早口みたいになってるんですね。一生懸命考えている姿がいつもとはまた違った魅力があって、ずっと見ていたくなります。ね、ずっと早送りしてくれてもいいんだけどね、じゃあ。3分間と言わずに、今回も多分早送りになってると思いますんで、皆さんね、いろんな楽しみ方あると思いますんで、よろしくお願いします。こんな感じで、ぜひ皆さん、ハッシュタグメディアス FM をつけてツイートしていただくと僕も嬉しいので、よろしくお願いします。ということで、メディアス FM 褒めラジプラス、東海出身マジックプリンスの大城ゆかりでした。来た。それでは最後にじゃんけんでお別れしたいと思います。大城はグー、じゃんけんポン。肩にはまらぬ。クー出してる、ディレクターさん確実に負けないやつ出してる。じゃあねー。